それではそろそろ本日の2次3次さんの頭脳担当と言っても過言ではないかもしれない、天才と、よく言われております。今回のゲストは前回の乾とこさんからのご紹介でこの方、フレン・イ・ルスタリオさんです。ようこそ。はーい、2次3次の頭脳討伐帝国から来た女騎士フレン・イ・ルスタリオです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。2次3次で一番頭がいい人間といえばこの私、フレン・イ・ルスタリオです。じゃあこよりはホロライブの頭脳を名乗っているので、今日この2人でバトルをすれば、2次3次が頭脳的に上なのかホロライブが上なのかが分かってしまう。じゃあまた今度でもいいですかね。全然。なるほど。自信がない感じです。いや、そんなわけじゃないです。やっぱみんなの前で決めちゃうとやっぱ優劣がついちゃってよくないかな。そうですよね。やっぱ西谷さんとも仲良くしていきたいですもんね。そうですよね。一回裏で路地裏で一回勝負してから呼び出しみたいな感じですね。これマシュマロで来たんですが。最近公共料金の支払い忘れで水道が止まりリスナーから「フレン俺恥ずかしいよ」と言われていたフレンさんですが、もう時効やろうと思う恥ずかしい失敗談があったら教えてくださいというのを言ってたんですけど、まず水道止まったんですか？水道止まりましたね。びっくり帰ってきて、公務をやってるので、公務やって家に帰ってきてメイク落とそうと思ってキュッて開いたら何も出てこなくて、あれって思ってポストに行ったら「あ、止めてるよ」みたいなのが来てて払いに行きましたね。払ってその日に復活、次の日だった。次の日、めちゃめちゃ困りません？水道ないの。外にお風呂に入りに行きました。そうですよね、公務出た後だからね、風呂入りたいですよね。まあでも頭脳でも忘れちゃうことはあるか。ありますから。ありますよね。誰でも人間誰しもね。うっかりすることありますからね。頭脳らしからぬエピソード他になんかありますか？最近あったのでやばかったのは、ウーバーイーツを頼んで、で受け取る時にお金だけ払ってそのままドアを閉めたことが。どういうこと？何も受け取らずにお金だけ支払って、ありがとうございましたってドア閉めて、すごい焦りながら、って言われて。ああ、よかった。善良なウーバーさんでよかった。ほな食べちゃうかみたいな。持って帰られたのかと思った。ないんですか？こよりは。ないか。でも頭脳。もちろん。じゃあちょっと一個聞いてみたいことがあるんですけど、炒め物をしています。で。炒めようと思ってヘラを使ってほしいみたいな状態になりました。でもヘラが家にありませんでした。で使ってないしゃもじがありました。どうしますか？使います。よし。これちょっと聞いてみたかったんですよ。めっちゃいい声。よし。前にも使ったことあるから大丈夫だよって言いながら使って後日というか洗おうとしたらすげえ溶けてて。あ、溶けるんだ。そうなんですよ。溶けちゃうんで気をつけてください。へえ。熱に弱いんですね、しゃもじって。そう、プラスチックだから溶けちゃう。そうなんだ。らしいです。へえ。気をつけてください。しゃもじ入りのオムライスをその日食べたんですけど。本当に危ない。本当に食べないでください。食べました。でも美味しく。食べないで。大丈夫。ちょっとだし大丈夫やろうと思って食べちゃったんですけど。全然大丈夫じゃない。良い子は真似しないで。私も多分同じことして普通に食べると思います。だってもったいないですからね。せっかく作ったのに。ね。避ければ食べれますからね。そうそう、避けれないけどな。溶け合っちゃってるんで。じゃあちょっとここでですね、フレリオに挑戦してもらいたいことがあるんですけれどもよろしいでしょうか？はい。こちらちょっと毎回恒例となっております。丸パーセントアンケートというものに挑戦していただければと思います。わーい。こちらですね、前回まで 1% でやってたんですが 1% 無理じゃねということにようやく気づいたこよりを。1はなかなか確かにそう、ちょっと YouTube のね、使用上ちょっと難しいのということで、何%になるかというのをヘレンさんに裏でねこよりに伝えていただいて、で皆さんにアンケートを取ってその予想に近いか 3% 上下ぐらいまで許容範囲で近いかどうかを挑戦してみようというコーナーとなっております。ね、何かイエスノーで答えられる質問いただいてもよろしいでしょうか。水道等の公共料金の支払いを忘れて止まったことがある人、イエスノーで。わかりました。これぐらいはいる。今いただきました。こよりもっと多いかもと思いました。マジですか。どうだろう。そうですそうですそうです。こよりもう1回あるな。あるんだ。なんかガスが止まったことがあった気がします。その時どうしたんですか。すぐ払ってみたいな。払って、ガスはどうにかなるんでね、ご飯はレンチンすればいいし。それじゃあそろそろアンケート終了してみたいと思います。はい、ちょっと待って、次のゲストの方がなんか突っ込んでるな。ちょっとね、あとで聞きたいですね。それでは結果こうなりました。公共料金の支払いを忘れたことがあるかどうか、フレンさんの予想は 30%、 そして結果は綺麗に 20% ということで、多い、少ないんだ。ブルなよ。本当か。こよりおのリスナーさんには失礼。全然いいですいいです。うちのリスナーはぶってます。嘘ついてんのか。嘘ついてる。なんかそれに対してですね、次のゲストの方がそんなにいるわけないだろうというふうにチャットを送って、今鋭いツッコミきましたね。こより 40% だと思ってたんですけどね。はじめまして、白衣こよりと申します。あ、はじめまして、リズヘルエスタです。あ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。聞いてましたよ、ずっと。20時から。嬉しい。公共料金の質問はもう視聴者を舐めてるとしか思えない。いや、まさか 20% とは30だと思いましたよね、リズさんも。いや、まあちょっと予想より多いなと思ったけど、20% も多いなと思ったけど、30はないでしょ。あ、10% ぐらいかなとご予想してた感じです。10% とかそれくらいかなっていう。でもこより 40% だと思ってましたからね。リズさんのツッコミが自分にもちょっと刺さってました。そんなにいるわけないだろうって言った後にこよりさんが 40% みたいな。ちょっと気まずくなる。この後気まずいなって少し思った。こよりはDJ 様に突っ込んでいただけるの嬉しいなって思って一緒に気持ちよくなってしまってました。本人が傷ついてないならよかった。全然傷ついてないです。むしろありがとうございますと。